こんにちは、カスパです。ラスアフ2ね、続きからやっていくんですけれども、前回の動画では、エリーがとうとうアビーがね、潜んでいるという水族館まで来ました。そして今回とうとう、宿敵アビーと再会を果たします。急な展開がもうここからね、もうひっきりなしにどんどん起きるんで、もうやってる側としてもね、何をコメントしたらいいのかっていうのが結構あるんですけれども、いよいよエリーのね、この復讐の旅路もクライマックスを迎えつつあるのかなっていうのが、感じられると思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。さあ、来たか、ここまでな、奴は近いぞ。何を、どう行けばいいのかな？ここから行ける？ここから行けるとか、ちょっと船の中入ってみる？ああ、もう雷とか雨とか、もう復讐の舞台はもう完全に整ったよ。それで、アビーどこに？ごめんね、俺。喋りすぎたわ、エリー。もう切れてるよね、そこら辺も。開かない。ダメだ。セコブかかっとるわ。開かねえわ、ここも。どうせ開かないんでしょ。こっから行きます。よし、アクアリウム。まあ水族館だからね、おなじみの動物とかいるのかな。ねえ、大倉社長とかブロリーとかさ、あとハタとかもいれば結構ね、楽しめると思うんだけど。俺のコメントも開けるか、ここも。あ、ダメだ、開かないんだね。あ、ダメだ、ほら、エクジットオンリーだから、だから入れなかったんだ。関係ないか。うん、こういうのを集めたいんだけど、まあ、あいつらの隠れ家だからね。まあ、ビーゾンさんはもうまずいないと思うんですよ。もしアビーに会ったら、何、今からもう戦うのかな。何これ。お、素材もあれば。よし、よし。マジでどこにいんの。いや、マジでどこにいんの。俺、このゲームやってても何回どこって言ったかわかんない。じゃあ、ここでしょう。開く？なんだよ、だからよ。夏フェスでもこんなロックかかってねえっつうの。どこ行きゃいいんだって。よし。わかりにくいな。おい、頼めよ、お前。今日殺すんだから、あいつ。びっくりした。なになに、うぅ、もうあかん。あぁ、殺して、もういい。ここに番犬を放ってるっていうことはもうそろそろ近いんじゃないの、マジで。何これ、何があったわけ。手術した後、なんか手術できるやつがいるのか、やつらの仲間には。声が聞こえるぞ。あっちから声聞こえます。お、あいつらの寝床だ。やっぱりもうここにいるんだね。間違いないよ。そしてあいつらのバッグだね。オーウェン、ファイアフライ。あ、こいつもファイアフライだったの。僕の編集の暴力でたびたびカットしてるんですけど、結構書物とか読んでるんですよ。で、そこに応援らしき人のね、ことが書いてあるんです。あいつはバカだから、あなたに何がわかるの。ここだ、行くぞ。ちょっと待って、準備しとこう。戦うから、俺多分。これ。標準中に息を止めて狙いを安定させる。これはね、スコープのない俺には、もう下平平状態の俺にはこれ結構でかいと思う。これ以上持てない。ほら、弾丸もいっぱいあるし。いや、完全にこれ戦うパターンだわ。あの島に行けば死ぬのよ。これまで何度もアビーに救われてきたろ。あの子が決めたの。私は行かない。なら来るな。わ、もう帰れ。メル、手を挙げて。来た。アビーはどこ。お前、あの時のどこに向かったの。言えば殺さない。言ったってどうせ殺される。あんたらに用はない。アビーだけ。嘘つけ。あんた、こっちに。そう、正解。女を呼べ。さっさと来な。男は力で負けるから。そう、とりあえず男は話した方がいい。アビーの居場所を指さして。ああ、で、次はあんた。答え合わせだ。一致しなければ殺す。そう、分かった。何してんだ。どうせアビーは死んでる。おい、やめろって。来ないで。アビー死んでる。下がってな。いや、危ないよ。男近いのは危ないよ。油断したら力で取られると思う。さっさとしな。
やばい、やばい、うわあ、これ四角ボタン来るわ、四角ボタン来る、あーやっぱり、ああああ頼む頼む、やめてくれ、よし勝った、俺の勝ち、もういい、殺せそいつ、よしナイス、彼女はいい、もう殺せ、彼女はどこにいるの、いや喋れんって、そんな喉押さえたら喉押さえたら喋れないって そんなわけない、うわ妊娠してた、なあ、俺だ、トミーだ、よかった、ごめんなさい、いいんだ、おい行くぞ、行こう、ごめんなさいってエリ言った、大丈夫だ、またこの終わり方や。え、置いといていいの？ああ、まあ寝てるからな。ちょ、大丈夫？いやー、しかし、殺してしまったな、とうとう、オーウェン。これでもう間違いなくアビーは黙ってないよね。あのメルはオーウェンの奥さん。でしょ？で、アビーは、オーウェンのことが好きだったと。トミー？雪で覆われてる、向こうに着く頃には全部溶けてるだろう、どこ行くんだ、ちょっと外に、まだ起きてたの、眠れなくてな、なあ見てくれ、帰りはエレンズバーグを通っていこう、明日フォールシティに着くかってとこだな、エリー、奴らも報いは受けた、うん、でもあいつは生きてる、アビーね、うん、そうだ、それでもいいか、仕方ないでしょ、ああこれでイーブンだと、うん、うん、でも帰ろうという時でしょ、またアイダホ通るなんて嫌になっちまうな、それよりもマリアから大目玉食らうこと心配したら、もう慣れっこだよ、でもまあお高そうなエリアを通ってた時にネックレスを見つけてな、あれ絶対本物の金だ、本当に本物？間違いない、見せてくれよ、俺だって見分けをつく、じゃあそれみんなからってことにしてよ、自分の分は自分で探せ、大丈夫か、うーん平気、
アビーに会うかと思ってたんだけどね、あそこで。エリー平気だって。戻ってきてくれてありがとう。お前ら放っておけないし。正真正銘のバカ。じゃあこれならどうだ。お前一人じゃお先真っ暗。その息でしょうね。まずい。え、嘘。両手を上げなきゃこいつも撃つ。ダメだ。早く逃げろ。さっさと立ちな。ダメだ、出すな。黙って。なんで知ってんの、場所は。さほら、待って。わかった。武器を捨てて。早く捨てろ。ほら。エリ、ダメだ。ジョエルのせいじゃないの。私を守ろうとしただけ。治療法がないのはこの私のせいなの。彼は逃がして。みんなを殺した。見逃してやったのに、全部ぶち壊した。え、ちょっと、え、気になるな、続きは。嘘だ。ここからはアビーかな。うん。パパ。髪の毛短い。何年前でしょう、これは。あ、ここから？4年前。遡ること4年前なんだ、やっぱり。パパ。パパ？一応、あ、ピストルは持ってるし、どこへ向かえばいいんですか。ここ通る？いい加減にしてよ。通れる？ジャンプした方が良かったかな。うわ、服汚れた。うわ、最悪、ごめん。本当にごめん。俺ここジャンプできたよね。わあ、ほら。うわ、こう行けば良かったんだ。よっそ、もうしょっぱなから汚したわ、こいつの服。で、ここちゃうっていうね、おそらく。あ、こっちですか？おそらくこっち？こっちじゃない。こっちじゃないってさ、もうごめんね。ノーティードッグに怒られてるわ、さっきから。びっくりした。びっくり。いや、びっくりだわ。ちょっと待って、一応持っといて。瓶。なんかいる？電気、あ、電気はついてないね。じゃあ戻ろうか。で、おそらく、ここからちょっとアビーで操作するんだと思う。アビーの回想シーンね。で、今さっきのエリーと鉢合わせたところに戻って、エリーとバトルだよね。で、それが最終ステージなんだと思う。で、アビー殺すと。なるほど。そういうことですね、ノーティードッグ。だから、どこ行くねん、ほんね。ジャンプできる？できないな。で、アビーにもね、アビーの過去があるんでしょう。なんであんなジョエルを恨んでいるのかっていうね。あの屋上に登ってみる？どこの屋上やん。ほら。やったね。ビール片手に、こちらへ。そいで、ここら辺の素材とかいいのかな。俺あんまりちょっとアビーを強化してエリーに向かいたくないんだけど。うわ。1978年。バージニア州ですね。ああ、はいはい。こういったコイン結構手に入るんですよ。そんじょそこらで。これがコレクション要素ですね。いける？よし。こんな感じで。オッケー。さてと。さあ、こっちですね。はい、来ましたよ。おお。やば。どっちにしろ汚れたわ。アビー。お父さん、これが。あ、似てる。お前、泥だらけになってるぞ。パパもね。え？ほら、そこ。ジェリー、ね。あのね、パパがいなくなるたびに私が怒られるんだよ。またまた。みんなパパのこと心配してるの。ここは安全だよ。パパ。アビ、この森のすぐ先にあの子がいるんだよ。だから。じきにお産なんだ。様子を確認したら戻るよ。約束する。うん。ならさっさと済ませよ。めっちゃ汚れてるけど。かわいい娘の護衛付きだ。なんでやねん。おいで。待って。ねえ、これ見て。おい、すごいな。1978年。
それはまだ持ってないな。あげるよ。もう二度とこんなことしないって約束するならね。よし、約束だ。信用できない。破ったことあったっけ。ほら、捜索再開。理想なお父さんと娘さんだよね。すぐに応援に会えるよ。今なんて。別に、ただよく一緒にいるなと思ってね。だって好きなんだもん、最近特に。もうやめてよ。もうやめてよ、ほんと。女心分かってねえな、お前。いつから気づいてたの。父親だぞ。何でも知ってる。二人ともパパの前では必死に目を合わせないようにしてることとかね。この話やめ。それに笑いが絶えない。だって、あいつほんとバカだし。おかげでパパにもすごく親切だよ。いや、それを、もしかして、エリーに殺されたもんね、さっき。アビー見ろ。うん、何？なんか見つけたの、お父さん。見して。痕跡だ。足跡。何の足跡？他にもないか探してみよう。まん丸だぞ。また。うま？さりげなく追跡の練習させてない？まさか。効果あり？パパは見つけたよ。そうだけど、ズルしたろ。ズルしたろって。あらゆる手を使えって言ってなかった？あらゆる手を使う、こうだよね。ちゃんと聞いてたのか。たまにはいいこと言うよね。ちょっと待って、お父さん、来て。お父さん、ちょ、見て、ほら。私見つけたよ。何これ。大変だ。うん。もうお産したのか。ほら、二頭の足跡だ。今の。あの子だ。行こう。なんかやばそうだね。ああ、おお、苦しんでる。おお、苦しんでる。任せてちょうだい、お父さん。行って。援護するから。アビ。なんだ。ったく。ほら。うわあ。針金を切らなきゃ。大丈夫、怖くないよ。ほーら、傷つけたりしない。痛いだよ。痛い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 。食い込んでるな。よし、アビ、おいで。ほら。押さえてる。分かった。よし。暴れないで。先生、先生、いるんですか。応援、ここだ。は？は？君も一緒に押さえてくれ。バブン。今すぐに戻る。応援、押さえて。早く。後ろ通すぞ。よし、掴んだか。あ、はい。よし。いいぞ、アビ。うわ、慎重に。早く切ってあげて。ちょっと。あいつ、ずっこけた。わ、よかった。なんだよ。みんな探してるんです。今すぐ。ちょっと、先生。パパ。あ、もう先生、もうやめてよ。どうかしたの？おい。お前のお父さんだろ。よくやったな。あの子が見つかりました。どの子だ。マーリンの話してた子です。トンネルで見つけて、腕に古い髪跡があるのに感染はしていません。エリーのこと。ありえない。もう検査を始めてますが、先生がいないと。パパ、行こう。セイントマリーズ。菌は脳と同化してる。選択肢はない。何か方法があるでしょう。サンプルの採取。医者だったのね、お父さんが。うん。宿主。マーリン。あの子は人間。実験道具じゃないのよ。私だって。どういうことかは理解している。なのに殺しても平気なの。そうじゃない。でも大勢の命を救うワクチンができる。もっと些細なことで死んだ奴もいるだろう。全て望んだしよ。これは相談、それとも単なる報告。君の同意が欲しいんだよ。これがアビーだったら。これまでの私たちの大義や
多くの犠牲、おぞましい行いのすべ、すべてが報われることになるんだぞ。これが自分の娘でも同じことが言える。アビ、何それ、夕飯。おお、でっかい肉や。アメリカやな。な、マリン。やって。ありがとう。ジョエルに言わなくちゃ。なぜだ。あの子と国を横断してきたのよ。知る権利がある。成功を祈ってるわ。パパは間違ってない。これが私でもパパに手術してほしい。これはあの病院だよね。きっとあれじゃない？ジョエルが入ってエリーを持ち出した後で、うん、でここに行けばそれがわかるんでしょ。あ、もしかしてあのあれか、俺の動画の第1回の時にジョエルが殺してしまった先生が実はアビーのお父さんだわ。嘘、パパ。わあ。それがあってジョエルをあんなに恨んでるんだね。はい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 。ジョエル、だって、だってよ、何やってんの。もうやめて。いや、このシーンちょっときついよね。うわ。ジョエルね、立ってってば。このシーンきついって。全部殺してやる。おい、何してんだ。マニ、後始末だ。待てよ、狙いは奴だけだろ。こいつら生かしといたら危険だろ。ああ、そうかい。そうよ、証人は残せない。殺せば俺たちも奴と同類だ。こいつらが何かしたか。ああ、俺の顔見ろよ。ちゃんと2階で見張ってりゃ、その可愛い顔も無事だったろうな。どけよ。下がれ。やめて。やんのか。下がれって言ってんじゃん。もうやめて。そうだ。撃ってみろよ。やめな。もう終わったの。シアトル、1日目。ここからアビーだ。なあ。アビ、おい、びっくりした。落ち着けて。お前大丈夫か。平気。何、ずいぶん探し回ったぜ。召集だ。アイザックが騎士に来いってよ。は、冗談でしょ。マジだ。ほら急げ。今行くわけ。ああ、バマノス。お、バマノス。わかった。ちょっと親父と話してくる。飯取ってこい。うん、わかった。コンピカンテのやつ頼むぜ。コンピカンテ。ああ、辛いやつが欲しいのかお前。ガスパ実はスペイン語がちょっとわかります。なんだ、お。冗談。
ジョーダン。おお、ジョーダン、ジョーダン。いるやん、生きてる。ごめん、ジョーダン。気づかなかった。お前もセレベナに来んのか。マニーと基地に招集された。うん。セレベナで何すんの？ホテルと学校の撤収作業。うん、物資回収して、全員基地に戻れって。マジで？あんだけ苦労したってのに、今さら退却かよ。まだわかんないでしょ。ま、リアがテレビ局から戻ってこられっか。その通り、ね。行かなきゃ、生き抜く力を。そして安らかな死を。ちょっと他にも知り合いいるのかな。知ってる顔のやついるか。あ、見るといろんな人種の方々がね、食事してるんですね。こんにちは。アビー。調子は？手めっちゃ震えてるけど。アビーからもこれを何とかするよう言ってくれ。ああ、それは無理。似合ってんだろ。セルソリーブレ。ベノ。そろそろ行くか。ひどい。こいつを頼む。もちろん任せて。知ってるやついない？あ、誰だ？いた。え、お前誰だ？知らないな。あ、ここに並べってことか。今日のメニューは？またブリトー。またブリトー？昨日ファミマの作ったわ。アビー、何してんだ。なあ、テルマスプリサとメートルプリトス。ちゃんと並んでよ。プリトス、ああ、へえ。ちゃんと列で待ってねえのかよ。基地に行くんだ。いいだろ。マジで恥ずかしい。いい子多いし、戻しなよ。絶対切れんなよ。メルも連れてく。何？バックパックは？部屋か？あんたどういうつもり？お前らのこと心配してんだよ。うん、正直うんざりだしね。私が来るって知ってんの？もちろん。こっち行けばいいんですか、僕。平気って言ってた。ああ。今の嘘くさいんだけど。黙った。ほら、気にしすぎになって。気まずい気分にさせて楽しんでんでしょ。あのな、こっち。じゃあ俺こっちから行くわ。お前きっかけ作ってやってんだろ。ジャクソンの後に口聞いてないんだよ。どこだ今更。全然別に流れてなんだ。おめえも走ってんのこれ。そうじゃないけど、腹割って。あいつ走ってるわ。一段飛びしてやがる。ちょくちょく。けどあいつは俺らとは違う。 あんなことしたのは初めて。勝てなかった。あのね、何度もスカー殺してるでしょ。ジョエルの時とは違う。俺らは。お前も走るの？俺走ったらお前も走るわ。あいつは医者だ。お、走る走る。なあ、アビ、仲間だろ。俺のためにも頼むよ。努力する。そうなくちゃな。ここ支度しろ。メル呼んでくる。うん、仲良くね。うるさ。ここがアビーの部屋か。へえ。影の刀、シャドウソーズ。トワイライトの侍。ヘイシエル。こんにちは。あ、こんにちは、ガスパです。トワイライトの侍。ザ・トワイライト侍。オスカーベストフォーラムービー。あ、そう、映画だよね。うん、なんか聞いたことあるなと思ったから。あら、ちょっと、見してよ。科学者ね。何すんの？ゴミを捨てるような。うわ、エリー勝てなさそう。もしもし。この体格差で勝てないだろう。うん、お待たせ。メル。メル、どうも。任務に出ていいって言われたの？ギリギリ。言えば残れるでしょ。そうだけど、じっとしてるのは嫌だし。オーエンはいいって。うん。なんで彼が決めるの？アリス拾っていかなきゃ。今のは不合格。ちょっと待って。時系列的に今、ここは、どれぐらいなんだろうな。4年前があの子供の頃で、で、お父さん死んでしまって、で、今これはどうなんだろう。何の呼び出した？いつもの当番だから、平気。なあ、戻ったら、親父の様子見てくれるか。なんていうか、調子が。悪いよね、あれ。悪そうって。分かってるよ。悪そうって。手首に激痛が走るって言ってた。あ、だから震えてたのさっき、こうやって。スプーン持つのもやっとだ。あ、だから上げてたのね、お前。オーウェンと96行ってよ、お前、お前。はい、話したいんでしょ、あいつと。いいとこや。若い家族も多いし。ここはなんだ。楽しみ。
おお、すごい、うまそう。何これ、焼肉焼いてんじゃん。ワクワクする。赤ん坊の鳴き声ね。オーウェン平気なのか。まだ戻ってきてないの。ダニーと任務に出ていて。ダニー、うわかわいそう。きっとジョエルを殺してすぐの時なんだろうね、これ。アリス連れてこ。中で遊んでるよ。アリス。どうも、アビー、アリス連れてきて。あ、はいはいはい、エリーが殺したあの犬はアリスなんだ。アリス、こいつ。おいで。おてんばさん。本当お前可愛いな。あんたの唯一の理解者。嫉妬すんなって。アリス。トラック乗りたい。よし行こっか。え、なに？え、ちょっと。あ、ベアだ。お、ベア、ちょっと遊ぼうよ。分かった。ほら行って。ごめんね、許して。マジごめん、お前。そんな、うわ。ごめんって、そんなそっぽ向かないで、俺に。ちょっと、もっこなんかボールある。そんなつもりじゃなかったんだ。うわ、ごめん。あの、ちょっと、1分前に戻るわ。行ってこい、ほら。いや、申し訳ない、申し訳ない、ほんと。できる？お、いいね。あ、おいで。おいで、早く。ほら。行くぞ、ベア。はい。ほら。ボン。いや、うちの犬の方が全然キャッチできるよ、お前。はい、ありがとう。じゃあ、オッケー、じゃあラスト行こう。はい、行こう。え、なんか申し訳ねえ、帰れねえな。はい。はい、いいです、もう。はい、すいません、あの、ゲーム進まないんで、ごめんね、ベア。アビーじゃない。アビー、おお、おはよう。なんだ、その足は。え、儲かってんの？どうなの、そこら辺は。おい、無視すんなよ、お前。ボケ。パート、いつものお願い。ほらよ。来た、いつもの。グラシアース。S24 だな。S24。おお。いただくぜ。サインしとけ。パンテよ。どうも。生き抜く力を。そして安らかな死を。安らかな死を。あの男。俺と腕比べしようぜ。おお、やったろわ、お前。おお、悪くないね。じゃあ、断層1個分ね。オッケー。負けた方が安らかな死だ。分かってんな、クソ野郎。まあ。毛布はしわなく頼むぜ。お前の勝ちだ。いつやるか決めてないし。負け惜しみか。このヘッドホンはもらってくぜ。行こう。基地に向かおう。あ、取られたヘッドホン。助手席はアリス。メルは妊婦だよ。風に当たるんだろ。ゆっくり話せるし。グラシアス。ありがとう。おお、あ、これが街並みか。あんま眠れないわ、マジで。本当に。そう、アビーと一緒。俺も全然眠れないわ。薬局から薬もらってこい。いや、薬飲み出したらもう終わりだよ。うん、眠れないからと言って。遠慮しない。大丈夫。いらない、いらない。任務追加で受けてるわ。うん、そうそう。無理やり疲れないと眠れないんだよ、もはや。うん、別に、うん、ちょ、アリス、鼻吹っ飛ぶぞ、お前。龍馬に行き先は肉だ。 S24 肉へ向かう。生き抜く力を。安らかな死を。安らかな死を。不可情がやられた。誰？取り戻す予定はないの？うん、アイザックが後回しだって。おお、さっきも十分連れてるし。ああ、もう街が。おお、アリスかわいいよ、ほら。あそこで、あそこで顔出してるのすごいかわいい。2週間会ってない。
のある任務を受け続けてる。ああ、そうか。あの人あなたに何か言ってなかった？あいつとはこの前食堂で見かけたけど、うん、お互い避けたんだ。ジャクソンのことがきっとショックだったでしょ。なに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 、来たか。誰、ね、頼んでて。誰、やるしかねえなこの野郎。誰だお前。あいつらか、スターか。おらうまい。おい、こっちか。いや、頑張れバディ、運転しろ。オッケー、うお。頑張れマディ、お前ちゃん。さあせいや、あいつ全然死なねえんだけど、こいつこいつ全然死なんぞ。やって死んぞ。じゃあ来たわ、マグロ。おら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 、うわ爆弾投げた。あいつよもう。うわ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 、え、うわ、いやガソリン危ないよ。アリス大丈夫？マジムカつくぜ。基地までどれくらい？よし、まだ遠い。危険だ、中に入るぞ。中入るわ、行こう。この辺までにしておきましょうか。結構ムービー回だったんでね、もう1時間14分でほとんどムービーだと思うので、これはこれで1本投稿します。で、香川真司ことジェシーをあんな簡単に殺されるとはちょっと思わなかったな。ショックを通り過ぎてもう何を考えたらいいか分かんなかったもん。そしてトミーね、あのアビーの怒りの状態だったらもう多分簡単にトミー殺されるし、でゲーム中でも言ったと思いますけど、おそらくここからはまあしばらくねアビーでの操作だと思います。そしてアビーがあんなにねジョエルに恨みを持ってだというのも、今回の回でね、分かりました。じゃあ今日はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございます。お疲れ様です。